最高チャンネル。話題こよ世界に。さあ始まりました、太鼓チャンネル。進行役は私、加畑正則と浅見はるかと二階堂恵里奈です。今日はどんなこと紹介挑戦しますか？はい、今回も夏祭り in 埼玉スーパーアリーナの様子をたっぷりとレポートしていきたいと思います。そして太鼓レッスンは締め太鼓の複雑なリズム編です。それでは今日も元気にいってみましょうか。太鼓チャンネル。今回は夏祭り in 埼玉スーパーアリーナの模様をお届けしますけれども、内容はどんな感じですか？はい、今回から2回にわたって夏祭り in 埼玉スーパーアリーナの様子をお届けしたいと思います。一体どんな内容になってるのか今から楽しみです。それでは早速見てみましょう。 VTR スタート。夏祭り in 埼玉スーパーアリーナ、今回は盆踊りの様子をたっぷりとお届けしたいと思います。生徒さんたちが一生懸命練習してきた成果をご覧ください。夏祭りの会場はここ埼玉スーパーアリーナで行われました。さんたちの演奏もあり、会場は徐々に盛り上がっていきました。会場は終始熱気に包まれて、お客さんも大満足だったようです。どうですか、終わって。いや、楽しかったです。また来年もますます成長できるように頑張って1年間練習したいです。終えられてどうですか、太鼓叩かれて。上は楽しいですよ。やっぱり。じゃあ今日の出来を自己採点するなら。今日の出来ですか。ちょっとさっき間違えちゃって60点ぐらいで。気にしない、気にしないですよ、そんなの。太鼓とは何ですか。盆太鼓とはストレス発散。大事大事。日々のストレスを盆太鼓に、はい、託して、はい。いや、太鼓叩かれてどうですか。前から太鼓大好きだったんで、この年でできるかなと思いましたが、やってみましたら結構楽しかった。今後どんな盆太鼓人生歩まれていきたいですか。そうですね、いくつになってもずっと叩いていられるといいなって。元気に、フィットネスっていうか、体も鍛えられるかな。そうですね。そういうのでは、はい、頑張って、ね、はい、頑張っていきます。いかがでしたか。同じリズムでも一人一人それぞれ個性も違うし、聞こえてくる音も違うし、なんか聞き応えがあるし、すごい楽しかったっていうのと、あと実は盆踊りを初めて踊ったんですけど、こうやってみんなで踊ることってなかなかないじゃないですか。その輪の中に一緒に入れてすっごく楽しかったです。あと叩いてる方に今日何点ですかって聞いたら、みんな100点って答えてたので、もう大成功だったなと。バッチリだね。はい、はい、2人ともね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。